なんかあんまり映りよくないけど、皆さんこんにちは、こんばんは、こんばんはだね。皆さんこんばんは。アイスクリーム食べながら配信する。 でも溶けかけてるかも。アイス食べます。 急に。 お久しぶり。いつぶり？ 2週間？ 2週間ぶりぐらいかな。ちょっと予定より早く配信始めちゃったかも。2分ぐらい早く始めちゃった。うん、そう、今メール来た。うん、おはよう。おはよう。めちゃめちゃ今日寝たんですよ。久々にこんなに寝たというくらい。ちょっと冷房がね全然効いてない。美味しそうですね。なんかみかんのアイス、みかん食べたくて。元気ですか？めちゃめちゃお元気、めちゃめちゃ元気でほどではないけど元気です。泣いてました。なんか久々だからさ全然可愛く映らない。なんでだろう、なんでだろう、全然映んない。可愛く、どうしよう。初見さん、おいしそう、ありがとうございます。いつ、え、もうその名前呼んでもいいのかも。ダメなのかな。レッスン毎日あるの？うん、毎日です。今日は久々になくて、明日もねない。久々、嬉しい。なんか久々にショールームできてるから。お久しぶりです。こんばんは、お久しぶりです。皆さんちゃんと来てくれたら。ダメ？じゃあまだダメなんだ。毎日ありがとうございます。皆さんもお疲れ様です。お仕事、なんでだろう、なんでダメかな。ちょっと待って、え、今日のうちあんまよく、あ、でもミキちゃんに謝った。あ、その写真を今日ブログ、今日ブログなんですよ。だからブログにその写真を出そうかなって思ってる。ちゃんと許可取った、ミキちゃんに。みんなちゃんと来てくれてる、忘れられてるかなって。こんばんは。今からブログまだ書いてないんです。途中までしか書かなきゃ。ブログ楽しみ、ぜひ読んでください。もう急いでメイクしたから、何、アイラインとマスカラと涙袋とリップのみだから漏れないのかな。だからかな、理由は。わかんないけど、アイスめっちゃオレンジ。忘れるわけない。ありがとう、待ってたよ。ありがとうございます。皆さん待っててくれたみたいで嬉しい。昨日見ました？皆さん青春ガールズ公演は見てくれたのかな？私は昨日のは出てないんですけど、バージラって。あれ踊りたい、早く。うんとね、今回のレッスンは結構メイクしてた。なんかそう、公演デビュー、まだね、私ね公演デビューしてないの。皆さん待ってて。いい。ミクロが出てなかった、出てない、出てたらなーって気持ちで見てた。いい報告がねできると思います。多分
待たないけど。待っててください皆さん。夢見てた、見たよ本当に。私もでもあの青春ガールズ公演の踊りはもう全部踊れるんですけど、でもねあれだった、アイス冷たい。あの最初の頭3曲はあのあれめちゃめちゃ覚えるのに時間かかったよ私。結構何ミグルマは振り覚え早いって結構ね10期の子たち言ってくれるんですけど、みーちゃんかわいい。でもね、あのねメールに書いたんだよね、明日は青春ガールズ公演20期生の6人が出るからみたい、見てねみたいな、だけど推し編はダメだよって書いたから、みんな推し編はダメだよって。あっアイスの袋捨てちゃった。その感じは OK もらってたり、いやまだわかんないよ。なんか私的には頭3曲っていうか、うん頭3曲すっごい時間かかったよ私。今まで振り入れさせてもらった曲はそんなに私その振り入れの時に時間かかるタイプじゃなくて、そんなにまあオーディションのダンスを見てもらったらミクロのダンス苦手とかダンス下手くそって思われると思われてる子多いと思うんですけど、ダマさん曲はめちゃめちゃ時間かかって、初めて家でフルであの覚え直してた。本当にそれくらい超時間かかりました今回のダマさん曲は。特にそうダマさん曲はすごい時間、待ってすごい光飛びしてる気がする、頭三曲はすっごい時間かかって、そうでその次がシダラ夏ですよね。それはね全然時間かかんなかったし、バージンラブも全然時間かからなかった。個人的にバージンラブが一番振り早かった気がする、覚えるのすぐだった。特に難しいのあれわかんない、ほんと頭三曲はね本当にね体力使うしすごいすごかった。もうみんなもうなんかはっはっってな感じ、本当にそんな感じだった。ミクルンの皆さんはどれが一番見たい、ミクルンが踊ってる曲で。あとくしゃみ出ちゃう。すいません。どれが見たいですか、ミクルンこれ踊ってるし。でも私あの衣装入る自信ないから。やばい、あの衣装だって、あの衣装ってなんか小学生用に作られてる衣装なんですよ。そう小学生用に作られてる衣装だから高校に、いやでもなんかすごいみんなあれですよね、あの衣装すごいなんかちゃんと着れてるから、みんな細いねみたいな、どうしようって思ってる。ミクロの浴衣、ああ浴衣ね、浴衣ね、うん日付変更線、待って日付変更線もね結構大変だった気がする。みんなどうだったかな、チェレチェレ、みんななんかそうなんだ、なんだっけそうなんだって、私なんか言ったっけ、あなんか言ったっけ、あ衣装、そう小学校小学生用の衣装なのに作られてる衣装なの、だから今までの先輩たちも着れてるのがすごすぎて不安、太りましたか、わかんないかな、見てレッスンで食べちゃったからね。そうそのポーズ、これやっぱ
そう持ってないミクロですけど、なんか普段持ってる人みたい。すごい顔丸くなった気がする。もうね、なんかね、レッスン終わって家に帰ってご飯を食べると10時過ぎぐらいなんですよ。そうだから太るのかも。動くとお腹すくからしゃあない。めっちゃお腹すくし、ずっとみんなでなんかもうみんななんか静かな時とかに先生が喋ってる時になんか隣からお腹が鳴った音が聞こえるとかよくある。みんなお腹すきすぎて、そうあるある。でも、うん、みんながでもね気のせい。ほんとそんなことない。体重計はね、あのあれ正直結構ベルート多少嘘は持ってる。気をつけよう気をつけよう。アプリがあれなのかな、持ってる感じなのかな。本当はねブログの写真ね自分も撮ったので体幹トレーニングしてます。頑張りましょう。昨日本当はこのブログ写真のせようかね迷ってた。これいつ撮った写真かな、これ忘れちゃったけど、これ待って全然顔違うって思われそうだからやめとこう。今日本当に写り悪いね、ブサイクだわ。くるん、こんばんは、こんばんは。そうあのね結構もう1週間もやってないからあれだよね。そういろんな出来事あったよ。あのバーニー姉さん帰国とか、帰国っていうかカナダ行っちゃったし、レッスンあったりって感じ。バーニー姉さん帰っちゃったよ。みんなみんな大好きバーニー姉さん。なんかねすごい今ハゲてる人みたいだった光。あのバーニー姉さんがいなくなっちゃったらみたいな、あのミクロンのショールーム配信の頻度が減るからみたいな風なことが書いてあって、なんかすいませんって感じだった。そう戻れた。すごいね、戻るのも大変そうだったけどね戻れてるんですよ。でも今日あの戻っても2週間外出れない状態だから、なんかすごい荒野行動誘ってくる。さっきもしてました。そうそうそう。バーニー姉さん見たくて、なんかでも結構なんか書いちゃった、そうやって、あなんか申し訳ないなと思って見てた。出遅れました、こんばんは。あの子意外とも、あの子意外とも、あーそう、ネガイさんがあのレッスン中にいちごミルクをくださって、頑張ってってことでくださったり、あとは岡本彩香さんと結構っていうか喋らせて、なんかあれなんですよ、なんか衣装さんに、私あのエコバリーナの時にあの衣装さんにね、その岡本彩香さんになんか雰囲気が似てるってすごい言われて、すごい似てるって言われて、それでこの間お会いした時にその伊調さんもいて、本当になんか似てるみたいな、そしたらなんかミクルちゃんって言って話しかけてくださって、でそれからレッスンがあった時に何回かお会いした時もミクルちゃんとか言って話しかけてくださって、そうそうってことがあったり、あとは他の先輩方に会った時に挨拶はさせていただいたりとかしただけかな。バニーネさんそれ書き込み見た。書き込み見たよ私も。どうした感じに分かんない。でもなんかマネージャーさんに私のなんか私マスクしてるじゃないですか、さあなんか目元似てるって言われて、なんか初めてそんなこと言われた。え待って、本当に今日蒸れない、どうしよう、マスクしたいぐらいひどい顔が。パッツンにしたからかな、何がダメなんだろう。なんかみんな何がダメ、いつもと変わらない、顔が丸くなったとかかな。どうしよう。今ね10期生の子たちがあれをやってるじゃないですか、話変わっちゃうけど、2分間MC知ってます。今4人ぐらいかな、終わったかな多分。今日もかわいいや、ひどい、なんか今日の顔
初めて見た人、えみくるちゃんってこんな顔してる子って思われそうな気がする。シェーディングとか入れるべきだったかな。カルさん、そんなん、ミクロもやる？受験生はね、みんなやるよあれ。いや、めっちゃ可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この場所で、わかんない。バーニー姉さんのとこの方が映り良かったかな。ショールームやるためにちょっとバーニー姉さん。20分 MC ですか。ちょっと長くない？何にしようね、2分間 MC 何話せばいいんだろう。めっちゃ緊張しちゃうじゃん絶対。まあみんなやるときは見てください。ありがとうございます。めっちゃ可愛いじゃんって。あ、そう、でもあのショールームをやってない期間に、ま、なんとあのフォロワーが2222超えてて、あっと思って、今も1時間じゃなきゃダメなのかな配信。ちょっとしゃっくりが出ちゃう、分かんないけどどうなんだろう。なんかでもあのハッシュタグで私の見てた時に、なんか私専用のアカウントとか作ってくださってる方とか見てすごい嬉しかった。嬉しい、なんかその私専用のアカウントってめちゃめちゃ嬉しいなって思う。なんか私だけをつぶやいてくれてるわけじゃないですか。もうそんな嬉しいことはない、本当に。本当に嬉しかった。そうそう、めっちゃめっちゃ嬉しい、ああいうのは。20分 MC 20分 MC は面白い。20分ちゃんとみんな見てくれるんですか、やってても。みんななんかあります、聞きたい話なんかあるかな。専用のアカウントがあるというか、なんか嬉しかった。しかもなんか女の子のファンがいるのも嬉しくて、なんかもう嬉しい、なんかいろいろ嬉しい。もうファンの方がいることが私は嬉しいから、水をお辞儀した状態で飲むとしゃっくり止まる。え、そうなの、それはちょっと使ってみようかな次。専用じゃなくて、全然もう私のことつぶやいてくれるだけでありがとうございます。全然嬉しい。あとなんか私が可愛いって思うアイドルの方を応援されてる方が、なんか人のみくるちゃんなんちゃらみたいな、みくるなんちゃらとか書いてくれてると、なんかみたいな、光栄ですみたいな思っちゃう。20時間でもみそんなに見てくれるのみんな。でも20時間私何喋ればいいんだろう。女の子嬉しい、女の子も嬉しいし、もう誰でも嬉しいけど、なんかそんな、なんか同性の方なんでだろう、なんか配信だとすごい顔があれだな、気になっちゃう顔が。そう、嬉しかった、みんな嬉しい。なんか聞きたい話あります？なんか合わない、合わないっていうか、ショールームしてない間になんか聞きたい話ありますか？あるかな、何話せばいいんだろう。なんか久々すぎてなんか緊張しちゃう。ミクロの女子力高いから女子も好きになるやん。へえ、そうなのかな、それは嬉しいけど、全然もうみんなのね、ちゃんとハッシュタグ見てるよ。ミクルンルンルンも見てるし、きっとミクルのあのハッシュタグも見てるし、全然嬉しい。もうどんなことでも嬉しい。20年はすごいよ。20年、メールの返信ってすぐに届くの？すぐじゃないかな。なんかたまに起きた時にあれ届いてないなと思ってちょっと悲しくなっちゃったりとかしたら、お昼とかなんかバーって一気に曜日で来たりもするし、そうそうそうって感じ。すぐにはね、あれだよ、レッスン中はどう来てた、あーたくさん話した、
なんかレッスンは9人だったんですよ、人数が。そう、2人あれで、そう、すごいね、うん、嬉しい顔、ミクロネさんも激かわいい、ありがとうございます。そんなの、みんな褒めてくれるから嬉しくなる気分が上がっちゃうよ。そう、9人だったんですよ。でもあれ、ああいうの羨ましい。なんか公演中に後ろでこうツイッターが流れてるじゃないですか。あの時に何サイリウムカラーの画像がいっぱい流れてるのを見て、嬉しいみたいな。そんなのあったら絶対嬉しいじゃんって思ったりとかして見てました。でも私はあの衣装が着れるかわからないから、もうなんか着てた時にミクルンパツパツとか思わないでうーん、自信ない。ママに言われた、なんか着れるかなあれって。レッスンも人数制限、うん、うん、違う、なかった人数制限。でもマスクしたりとか、なるべく何ソーシャルディスタンスはしてたよ。そう、人数制限はなかったよ。ミクロのファン思いすぎる。いやいや、そんな。なんかみんなが褒めてくれるごとにあの照れる。今日はなんか久々だから。20年卒業して20年だって。今16だから36になってもアイドルをするってことでしょ。すごくないそれ。ミクロたまたま絶対ない絶対ない大丈夫ね。本当にやばいかも。でも、うーん、マスクしながらダンスめちゃめちゃしんどい。本当にね、めっちゃしんどいです。あのね、もう汗がすごいし、まあ、メイク崩れもするのもあるし、肌荒れするんですよね、やっぱこの辺が。そうそう、だからもうみんな本当にこんな感じ、マスク引っ張ってなんかもう呼吸してみたいな。超大変だよ、マスクしながらだと。大変だった、すっごく。本当に私もゆるになることを願う、あの衣装。マスクしながらはね、本当にきつかったの。私は一番ね、バージンラブが踊りたい。あの衣装かわいいけど絶対パツパツこことかお肉やばそうな気がする。もうダメだよ。バージラバージラ外してダメなの？別に外しても本当にきつくて苦しくなっちゃったら外してもよかったけど、なんか一人だけ外しちゃうのもあれかなと思って結構つけてた。でも歌う時はつけてたよ。でもああいうね、大人っぽい曲はまだ受験生は歌ったことはなかったからね、すごくあの何表情というかそのいろいろ結構大変だったりもしたけど、すごい、うん、今何時だ？7時。ブログね、何か今年までしかまだ書いてない。でも今日、昨日家帰ってご飯食べてお風呂入ってって感じで寝て1時半ぐらい寝たんですよ。で1時半ぐらいかな。したら今日朝夕方の4時に起きて、久々にこんな寝て、そうまだでもちょっと眠い。昨日は妹にあの肩をマッサージしてもらったなんか本当にね、肩と背中がもうすごくて、なんか伸ばさないともう痛くて16ですごいなんかおばさんみたいなこと言っちゃってるけど、あとは結構ねたくさん話したいことあったけどね、なんか順番に話そう。動画オープニング好きすぎる。これゴー皆さん楽しみにしててください。
楽しみにしてて。何の話しようと思ったんだっけ。今本当になんかね話そうと思ったの忘れちゃったー。何だったかな。筋肉痛、うん、筋肉痛ではない。なんか肩と腰、腰っていうか背中がすごく痛くて。そう、そうそうって感じだった。毎日でも、うん、久々にこんなに寝たね。そうでも本当に久々にこんな寝れて、なんか目覚ましをかけずに明日何時に起きるっていう何予定もなく寝るのが久々だったので。そうだけど、だけど今日1回目覚ましちゃったの6時ぐらいに。であれと思って焦って、あ違う今日休みじゃんってなって、もう1回寝た。そう、いくら腰、え腰ね痛いよ、腰痛い。聞こうと思ってて忘れてたけど、ミクロ前村好きだけど妹ちゃんは、何が好きなんだろう。鬼滅、鬼滅が好きなのかも、あの人。私はもう前村を言ったく、なんか前村でね話そうと思った話あったんだよね。となんかいろいろ話そうと思ってたのになんか忘れちゃった。今日は土曜日ですね。あそう、もうちょっとで私誕生日じゃないですか。誕生日なんですよ、あとちょっとで。7月ってあと何日ですか、終わるの。30まで、あ違う31までだね。だからあと6日、あ1週間後誕生日多分、違うかな、分かんないけど、まあもうその誕生日なので、はい。サンリオでは何が好きなんだろう、何が好きなんだろう。カレンダーでは4、あそっか4連休全然ね、4連休ね仕事だったから、レッスンだったから全然。サンリオでは何が好きなんだろう、何が好きなんだろう。クロミちゃん、わかんない。え、マイメロディ好きな気がする。今日私は同担拒否だよって言っといてるけど、いつもクロミちゃんとかかな。ちょうど来週1週間後で私17歳ですって。わあなんてこった、17歳だ、やばい17歳。まあ感覚ないね、ちょうど1週間後だって。いいなんてこった。多分ねそうな気がする。やばくない。まあ皆さん17歳のミクルンも応援してくださいね、よろしくお願いします。なんか17歳って結構なんか大人な感じじゃない、16と17って結構なんか変わる気がする。おめでとう、ありがとうございます。8月1日皆さん覚えてください、よかったらお願いします。ちょうど一週早い、もう8月セブンティーンね、セブンティーンだよ私も、ついに17歳だって。1週間後、永遠の16歳とか言いたいとこだけどさ、来週誕生日、そう1週間後に誕生日です。ミクルン、あねはじ、ん、なぎさのイメージの、待って顔切れてるんだよ。なぎさのイメージの写真がランダムで生写真出てたじゃないですか。けどランダムだったから、だけど個別ね。でもあの衣装すっごいあれだった、わすごいこの衣装と思って、まだ17歳。いやでもねもうね老いを感じる、16歳でも。なんか体力ないのか、もうすぐか、なんか、うん、肩が痛い。まあそう、前はランダムだったの。え、なんかしかも、なんか、アプリに私たち出てますよね、10期。なんか。皆さん、
あれかな、わかんない。なんだっけ、 P4U みたいな、なんかそんなやつ。17歳からもちろん年は取りません、永遠の17歳です。頼んだよ、ありがとうございます。皆さん、でも本当にあの衣装自信ないな結構グイって感じの衣装だったから、もう本当にやばいやばいしか言ってないけど、本当に P4U、 あ、そう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 、それそれに私たち10期が出てますよね。あのアーシャの時の衣装で出てるけど、あのなんか初期のめちゃめちゃ入ってすぐの写真だからすごい可愛くなかった、びっくりするぐらい可愛くなかったグイは期待、もうね、なんかグッみたいな、なんか何、結構なんかこの辺とか出てる服で、わあここお肉って思いながら、大丈夫かなって思いながら、本当にそんなことしか気にしてない。なんか本当に毎回なんか衣装とかも不安になっちゃうの、なんか着れるかなみたいな、着れた時の安心感すごいよね。だからそうそう、初期の時本当に一番最初の時はなんか引き締めないとねって言われて、衣装さんに、あやっぱ太ってんなと思って、あのそのアーシャの時ですね、太ってたの、今よりも何キロ太ってるかな、太ってる、どれくらいか分かんないけど太ってるグイってなんや、なんかもうグッみたいなグッって感じ。その子のミクラも好き、そうだけど、そう衣装もうなんか気にせずな、気にしないでいられる体型に早くなりたい。そんなもう全部の衣装なんかスッスッみたいなあのゲームは遊ばない、そうあれになんか出てるけどあんま可愛くないから、うんって感じ、可愛くもない、あれは全然可愛くない。今より髪、そのアーシャの時のメイクとあれなの、髪型だし、だから髪の毛も短いし、顔もなんかブサイクだし、太ってるし、すごい嫌だった。だからええー、と思って、その写真で出るのと思って、そういえばこの背景も久しぶりね、最後に配信した時はこの背景じゃなかったかな多分。そばに姉さんいないと悲しいよ、友達いなくなっちゃうってなる友達いるんですけど、なんかバーニー姉さんはあれだった、アイドル大変やな、体重ね。だから私あの何、どれくらい前かな、1ヶ月以上前ぐらいの時に、あのメールにもあげましたよね、私の少しなんかお腹が出た服を着た時の写真をあげたんですよ、メールに、こないだね。でその時はめちゃめちゃ筋トレっていうか体幹してたし、自粛期間中ね、だから今よりも2キロぐらい痩せてたの、正直に話したら2キロぐらい体重落ちてたし、あのお腹もめっちゃあれだった、見ましたかね皆さん、バーニー姉さん連絡取れてる、全然取れてる、さっきも小屋コードした、久々に私があのお休みだから、時差あるからね、向こうとは、向こう今夜中だし、今ね向こうはね3時、悲しい、こういう時に一番連絡取りたいのにさ、夜とかに、残念っていうね。あのねお腹ね、見てくれたかな、その時は引き締まってたよね、横からの写真だったんですけど、あれその時もバーニー姉さんと買い物行った時に、この服着てみたらって言って選んでくれた服で、あれは全然自分着たいと思わない服なんですよ。なんでお腹出てるから、ちょっと待ってね、なあ待って見えないね、待ってめちゃめちゃ反射しちゃう、どうしたらいいんだろう、
こんな感じ。あ、見えない、なんで見えないの。連絡はねめっちゃ取ってるし、私も毎日連絡ちゃんとしてる。ちょっと待って、これ見えないかな。そう、これなんで見えないかな。そう、めっちゃねお腹いい感じだったの、ここ縦線入ってるの、その時は。今じゃもうどこ行っちゃったのってなってる、あのお腹本当に。これね、はあ、見えてほしいのにな。もうダメだ、ダメです。まあめちゃめちゃ割れてたんですよ、縦に。縦に割れてないって、ね、入ってるんですよ縦に。体重2リットルひどい、そんな太ってないよみくるん公園のレッスンお疲れ様です。いつもみくるんみんなで楽しみにして。体重どれくらいあるの。そんなこと言えません、言えません。ライト暗くしたら部屋が反射しちゃうからね、あんまり嫌だ。いいお腹だったんですよその時はどこ行っちゃったのやら、そのお腹は。なんかこんな感じの服着てた、あの着てたっていうか、マニー姉さんが勧めてきた。どうこういう服って言ってきて、って思いながらも。そう、これからもうこれから可愛くなること信じてます、私は。あ、これで見える、ほら見える、縦に入ってるのほらこれこれこれだったんですよ、少し前の私のお腹は。頑張ってましたね、ちょっとこんな感じ。自慢なお腹でしたこの時はお腹バキバキして、バキバキってほどじゃないけど、なんか綺麗なお腹っていうか、スワッとしたお腹にしたいとは思う。なんか別に衣装でそんなねお腹出すこともないと思うけど、私多分もう人さんは太ってるからダメってめっちゃ綺麗お腹。そうそうだったの。そのお腹をしてました、少し前の私は。ちょっと体幹極めないとね。この時何してたかな、クラップダンス30分して体幹して、今のお腹なの。やでーす、やでーす。そう、これはね6月5日だからもう1ヶ月以上前、もう人は1ヶ月で変わってしまいます。本当に気をつけましょう皆さん、本当に。やだー安すぎて困っちゃう引き締めないと、体幹をねちょっと極めないと、本当にやばいよ、やばいよ。ウォーキング、あ、そうウォーキングも1万歩してたね。もう今じゃね1万、梅雨に入っちゃって、そうからウォーキングもできないなと思って。だけど最近はレッスンあったりとかするから、毎日なんか5000歩くらいは歩いてたりしてたけど、そうだからクラップダンス30分とか体幹も2分とかして、毎日ね。であとお腹も鍛えたり、足とかも鍛えたり、太ももとかふくらはぎとか、あとストレッチして1万歩歩いてたり、そう配信終わった後に1万歩外歩いてたりとかしてたりしましたね。うん、うん、その時でも食事制限もしてたね。あ、ジュースも飲んでなかったし、
顔でつってお腹にもうどうしよう、もうなんかもう後悔してる、なんかいつからだとこんな変わってしまったのって。あの時どこ行っちゃったの、今よりもねほんと2キロね、まだ痩せちゃった。で4キロぐらい落ちて2キロ元に戻っちゃってるから、なんかレッスンの時に休憩した時にみんなでねちょっとジュース飲んでおしゃべりとかしちゃったりとか、そうダメですね、反省してます、めちゃめちゃ。ちょっと頑張ろう。まあね、もう17歳にもなるから1週間後に、もう17歳のみくるんはスラッとしてるっていう目標を立ててる今。なんかもう顔はどうにもできないけど体型は痩せれば細くなるから、そう体の細さだけでも細くするけどさ、やっぱアイドルはやっぱりね細くなきゃ。やっぱり自分も何応援してる側だとね、なんかあ自分の推しはちょっと太っ、そうみんなで飲んじゃうの、ちょっとみんな疲れちゃうじゃん。でなんかその自分たちがレッスンしてるところちょっと出て曲がったら自販機が置いてあるんですよ。でその自販機に毎回みんな、まあ、お茶を買うんですよね、レッスン用にお茶をまず買うんですけど、その休憩の時とか終わった後とかにみんなでねおしゃべりをするじゃないですか。そしたらみんないちごミルクを買うとか炭酸を買うとか、なんかリンゴジュース飲むとかして、その日の一日のレッスンのこと話したりとか普通に雑談したりとかしちゃうわけですよ。そうでアイスを食べてしまったり、本当にレッスン体力、まあ、使うのは当たり前ですけど、なんですけどお腹出し NG の先輩とかいるよ。じゃあ私も NG 出そうかな私もちょっとお腹 NG で、二の腕も NG でってまあでもあの二の腕はね、あのバニー姉さんがねあの痩せなくていいっていうので二の腕だけは落ちないでほしいけど、そうこれから皆さんも体調気をつけてくださいね。早くね梅雨明けしてほしいけどね。ね今前錆びちゃったし、いちごミルクさすがに、そう私はいちごミルク好き。あとね結構ミキちゃんもねいちごミルク飲む。私いちごミルクキャラ いけるかなでもいちごミルクめっちゃ好きだけど、もう一個隣の隣ぐらいに炭酸があるんですよね。だからその炭酸だからみんなね本当にレッスンが長い時、例えば11時、朝の11時から夜の8時じゃないね、もうちょっと遅いかな、9時とかまで会った時はもうみんな何お昼ご飯も一緒に食べるから、そうお昼ご飯もみんな何おにぎりとか買っちゃうよね。おにぎり買っちゃうし、もうなんか何もみんななんか考えずに自分の空腹でカゴの中に食べたいものとか飲みたいもの入れちゃうからすごいよね。みんな甘いものも食べちゃうしジュース飲んじゃうし、終わった後とかに食べに行っちゃったりとか、やっぱね家帰って食べるともう何勝てないんですよみんなお腹の空き具合に。だから食べに行っちゃう時もあったりとか、本当に皆さんって言ったら変、まあでも食べても細い子もいるからね一緒にしない方がいいと思ったことした頑張らないとね。へそ出し衣装結構あるよね。そう自分もへそ出し衣装ね着たことあるよ。その時も超緊張した、どうしようどうしようどうしようって思いながら、そうだからまあ今はあれだからちょっと8月入ってからまあ夏っていうのもあるし、8月になったら多分ファンの方に見てもらえる機会もちょっと増えたりするのかなって思うから、ちょっと目標立てようと思って、その何キロ落とすっていう目標を立てずに、あの何毎日何かをするっていう習慣をつけようと思って、だから毎日何だっけレッスンがあっても体幹だけはするとか、なんかそういうの、あと何ジュース、まあジュースもあんま飲まない方がいいんだけど、まあ水もなるべく飲もうと思って、最近なんかレッスン中にお茶じゃなくて水を買ったりとかしてる。
あと夜はね炭水化物を食べない方がいいって分かってるんですけど、もうお腹すきすぎて、もう何野菜なんか食べてらんないってぐらいお腹空いてるから、もうみんなお腹グー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 ねすっごいなってる、レッスン中。それ急になんか先生がお話してる時に静かにみんなこう何体育座りして話聞いてる時に隣からグーって聞こえてきてとかめちゃめちゃあるんですよね。はやかちゃんと一緒に帰ったりしてんの？そう、たまたま昨日は事務所に帰ってはやかちゃんと一緒だったから、方面がアイスを食べながら帰りました。はやかちゃんはね昨日はねアップルパイなんかを食べてて帰りましたけど、アイスも食べちゃったよねで昨日はよかったママがご飯作ってくれてたので食べてしまいました。今日は起きたのが夕方だったからさっきご飯食べて、だから一食でアイスで、多分ねアイス食べちゃう気がする。またどうしよう、サラダチキンね、サラダチキンお腹いっぱいになるのかな。そうだからそれはきついよね。なんか結構若い子ってダイエットってなんか断食っていうイメージついちゃうじゃないですか。やっぱ断食ってそりゃ体重落ちるから、みんなやっぱ一回は断食にね試してみたくなるけど、私も何回も断食しました。でもすぐ元に戻るし、ストレス溜まって食べちゃうし、何いいことない、本当に痩せるけどいいことないから、本当にやっぱ運動と食事制限をうまくするっていう大事ですよね。だからそれは何極端なダイエットが良くないから、何お茶碗一杯じゃなくてお茶碗半分にするとか、なんかそういうのにしないとなってねすごく思う。でもレッスン中ってほんと食しかね頭にないの、みんなもうなんかぼーっとしてきちゃうから、その時みんな何考えてるのって話したら、今日の夜ご飯何食べようとか考えてるっていうか、やっぱみんな食のことしかねないの。どうしたらいいと思いますか、皆さんアドバイスください。やっぱ皆さんやっぱりオタクの方だから、やっぱり何自分の推しが太ってたりとかしたらやっぱなんか、あ太ってるなって思いません？自分も思います。でも自分は結構何太っちゃってもなんか降りたりはしないけど、なんかやっぱ細い可愛い推しでいてほしいじゃないですか。いくらんって英語が話せるって書いてあるかな。英語ね話せるよ。英語はまあ教科の中で一番できるぐらい。でも私は話すよりリスニングの方が得意です聞き取りの方が得意、英語は。だから結構何英語で見たりとかする、その映画をさアプリとかで見れるじゃないですか。たまに英語で見てる時もある。え、見ました、その載せてるの。めちゃめちゃ、でも私実際に白井さんにお会いした時に、あと相田さんともお話しさせていただいた時に、なんか質問が普通になんか話した時にね、なんかダイエット方法何ですかって本当に知りたくて、やっぱりなんか実際やっぱりアイドルをされて長くアイドルされてる方のダイエット方法を聞いたら、やっぱジュースを飲まないとかやっぱ言われて、やっぱジュースはやっぱダメなんですね。西村さんにもお聞きして、そう言ってましたね。私が太ったら考えてしまう。そんなんやだよ頑張るね。じゃあそういう、でもなんか丸くなってません顔？私すごい丸くなったなって、顔の余白が増えた気がして、仕方がないですね。でも私が好きなアイドルがあまりにも細いアイドルだからダメなんですかね。どうしたらいいんですか、なんかどうすればいいんだろう、わからない。で私何そう待って、1時間じゃなきゃダメなのかな今の配信って。何も言われてないんだけど、まあ、一応守ろうかな1時間で。一応っていうかどうなんだろう、わかんないけど、やっぱ遅い時間に飲み
じゃあもうレッスンの時はどうしたらいいの？もう昼ご飯たくさん食べたらいいかな。いやでもどうなんだろう、体型変わってからって教えるんですね。ありがとうございます。私も結構そのタイプで、太っても可愛いとか思っちゃう、まあ、ダメオタクなんですよね、そういうなんか太っても可愛いとかちょっとポチャッとして可愛いとか、なんか二重顎になってるのも可愛いとか思っちゃう。やっぱダメだ、ちょっと片耳にしとこう。やっぱでも水をたくさん飲むのは大事ってことはすごく学んでる。スクショタイム、あ、もちろんスクショタイムするよ。今度スタッフさんに配信時間のこと聞いてみたら、マネージャーさんに聞こうかな。なんかマネージャーさんね、なんか確認しますって言ってね、あんま来ないからね。ジュースに入ってる砂糖の量調べたの。でもコーラはね、全然飲まなくなった。コーラもうコーラの存在どっか行っちゃったってぐらいコーラね。し家にねジュースないから今だから、ほんとそのレッスンの時のジュースさえなくせばちょっと変わるのかもしれない。なんかあ、でも今日朝体重測ったら変わってなかった、変わってなかったっていうのは、あのこの間1週間ぐらい前には2キロ太ったんですけど、この1週間の間に落ちた余分なものを食べなくなったからかな、多分分かんない。マイスクリームはねちょっとやめられないマイスクリームもやめればいいと思うんだけど、どうしたらいいの。マネージャーさん女性、オレンジジュースも飲んでない、オレンジジュースも飲んでないし、コーラも飲んでないし、いちごミルクも毎日は飲まなくなった。そのレッスン始まってなんか買う気力もないぐらいにクタクタになっちゃう。ミクルンが恋の魔法に、ありがとうございます。魔法かけてください、たくさん魔法かけて。マリーコ好きだから大丈夫。そう、丸顔だし。でも痩せたら丸顔じゃなくなるのかな。なんか結構何SNS とかで自分は骨格がそうだから、例えば何丸顔なのは骨格だからとか、肩幅が広いのは骨格だからみたいな風に思ってるかもしれないけど、痩せたら全然だよみたいなの見ると、あ、なんかすごい自分にただ言い聞かせてるだけだ、自分に甘いなって思う。すごい今日食べたのはね、このこれ何なんだろう、みかんのアイスなんですけど、こういうのってさ何見ればいいの。脂質ゼロ、タンパク質ゼロ、エネルギー72カロリー、炭水化物 19.6g って書いてある。どうなんですか、いいのかもわからない。なんか私ね、あ、すごいバカな話していいですか。あの1キロって1000じゃないですか。だから例えばこれでアイス72カロリーとか、例えばじゃあ何ですかね、じゃあ何、パンが300カロリーだとするじゃないですか。だから私はなんか300足す72足す何々してみたいな、1000いっちゃったら1キロ太るって思ってて、わかります、すごいアホな考えしてて。だからなんか例えば800カロリーのものを食べちゃったってことは、あと200カロリー食べたら1キロになっちゃうみたいなってすごい言われました。あ、それもバーニー姉さんにえって言われた。え、何言ってんのミクルって言われたガツンとミカン、そうなんか売ってて、え、ミカン食べたいから買っちゃった。ミカン大好き、ストイック。でも私その何、そのめちゃめちゃ頑張ってた時、自粛期間中にダイエット4キロぐらい落ちて、あのね初めてあれだったの、水もやっぱ飲んだら太るじゃないですか、水分もちろん。だからその水を飲むのも嫌になるぐらいだったの、体重計乗るの。水飲んで 0. ちょっと増えただけで、もうなんか水も飲みたくないって思ってた。その時は初めてそんなこと思ってた。だからこれがなんかどんどんそういう何感じになってきちゃうんだなって。そういう
あれね、その計算続けたら痩せれるよね。そうでもずっと思ってて、これはもうちょっとなんかもう線になっちゃうからみたいなこと言ってたら、バニー姉さんに何言ってるのって結構本気で言われた。そのことね考えてた。だから結局ね、分かんない、今でも分かってない、カロリーってえって何みたいな感じで思っちゃう。なんかカロリー、え何カロリーって何みたいな思っちゃうの。そう、なんか数字じゃなくて見た目重視になったら一番いいと思うんですけど、なんかママに聞くんですよ、なんか最近ちょっとダイエットしてるから顔シュッとしてきたとか足細くなってきたって聞くんですけど、やっぱ毎日ママ見てるから、やっぱたまに会ったりとかした子の方が多分変化って気づくじゃないですか、痩せたねとか。だからなんかママに聞いても、そう言ったんですよ。え、ちょっとやめよう、数字は弱いからダメダメ数字ダメね。バニーネさんツッコミ好き、え、めちゃめちゃツッコまれる。バニーネさんに会いたい。もう何会ってな、16に勝っちゃったかな。え、もう9日も経ってるじゃん。じゃあとちょっとで、ね、2週間のおうち生活は終わるわけなんですよ。だからその後ですよね、いつ帰ってこれるんですか悲しい、早く帰ってきてほしいな。さっきも言ってた、早く帰ってきてよって悲しすぎるって。あ、待って、スクショタイム撮ろう。じゃピース。撮れたかな。あ、見ましたよ、私が今までやってきたショールーム配信のスクショ見ました。それね、またバンニーさん姉さん出てきちゃうんですけど、バンニー姉さんもその写真見せたんですよ。そしたら痩せたねってね言ってきた。なんかもう全然顔違うじゃん、全然顔違うじゃんって言ったらすごいなんか変な意味になっちゃうけど、なんかいい意味ですっごい顔がシュッとしたねってね、バニー姉さんも言ってた。すごいじゃんって。そうそうそう、でもバニー姉さんにね、ちょっと太っちゃったんだって言ったらね、ダメじゃんって結構ガチなトーンで言われた。え、ダメじゃんそれとかすいませんって。だからでも一時期してた、バニー姉さんにその日食べたものを送ってたの。今日今から何々食べます、今から何々をちょっと食べますとか言って送ってたの。本当にね、もうどうしたらいいの？なんか自然と痩せれるかなと思ってもやっぱ痩せられなくて。あ、私のあれ見ました？そういえば短冊の写真、めちゃめちゃ字汚いのがいいですよね。あの時なんか自分で思った、あの時さ、あのあれだったの、書くタイミングがもう3分とかしかなくて、すっごい字が汚かったと思います。多分私丸字なんですよ、もともとで丸字だからすごい直して、丸字を、だから何、エコバリーナのメッセージカードも多分丸字じゃなくて結構習字みたいなシュッシュってした字だったと思うんですけど、丸字が出ちゃったのあの時だからめちゃめちゃ字汚いと思って、なんか後から見てすごい申し訳なかったんですよね、あのなんかファンの方にすごく申し訳なかった。毎日乗ってますか？毎日朝乗ってます。今日の朝も乗りました。で毎日記録してる。時間、そんなことないよ。もうね、久々あんなにね汚い人員だなって久々に思った。自分やっぱりあれだよね、だって今見返してても思いますもん、やっぱ6月の時顔シュッとしてる気がする。しかもバーニー姉さん家で配信してる時やっぱ顔シュッとしてるもんもうやだ、やっぱすぐ顔に肉ついちゃうからさ。
あ、そう、縦書きは難しい。私横書きの方がうまく書けるって感じ。なんかないかな。まあ、皆さん8月に入ったらミクルンは変わりますよ。17歳のミクルンだから頑張る。縦書きはねすっごい苦手。横書きは全然いいんだけど縦はすごい苦手だからっていうのは言い訳になっちゃうからあれなんですよね。そう、もともと丸字なんですよ自分。めちゃめちゃ丸字で、そうだけどママになんか丸字はダメだよって言われて丸字は直したんですけど、また丸字3分でめっちゃ急いで書いた。あれこんばんは、こんばん、え、待って、1時間じゃなきゃダメなのかな。ちょっと待ってね、ブログも書かなきゃいけないんですよね。落とすよりキープすることも確認しました。そうですね、そうですね。だからもう一回あの時のその6月の時の体重に戻してキープする。だってほらやっぱバーニー姉さんで一眼目作った時とか顔がなんかもう逆三角形みたいな、ここなんかグッてなってる。頑張ろう。痩せるツボを TikTok で見たことある。痩せるツボ、でも痩せるツボは押しまくるよ。じゃあもうそんな押しまくっちゃ、押しまくっちゃ。ブログを書いて送ります、後でマネージャーさん。もう今日はさっきご飯食べて、何時ぐらいに食べたかな、5時半ぐらいに食べてね。丸字は女の子の特徴だよね。そうそうそう、自分めちゃめちゃ丸字で、結構何みんなもミクルの字可愛いって言ってくれてたんですけど、丸字はやっぱりなんかあんま綺麗に見えないからね、字が。気をつけなければと思って頑張らなければ、字も頑張って直さないとね。癖で出ちゃうんですよね、たまに。本当に無意識に何か書いてると丸字に戻ってきちゃうことが多くて、だから何なんかね、なんだろう、レッスンの時に立ち位置表とかに何か書き込む時も丸字になっちゃうので、立ち位置表も混ざっちゃうから、みんなのがファイルの中に入れてても自分のファイルどれか分かんなくなっちゃうから、名前私書いてるんですよね、一個ずつ立ち位置表に。けどその名前書くミクルもすごい丸字になっちゃうから、ほんと意識しないとね、丸字になっちゃうの。早、お腹空きそう。なるべく6時以内に食べれる時は、最近10時過ぎとかに食べちゃうことが多かったから、本当に最近なんかもう食べれる時は6時以内にって決めてる。けど炭水化物食べてるからね。そうそうそう、ミクルン今日もこれありがとうございます。だからエコパの時のあのメッセージカードは本当に何丸字にならないように意識して書いてたから、でもすごいなんかミクルン字綺麗だねって言われるんです、言われてすごくなんか嬉しかった。待って、あと1時間後にはね、文字もダイエット、そう、文字もダイエットする。あ、そうです、文字もダイエットするんです。あ、面白い、今のいい感じ。ビ、何文字なんだろう、ビ、星の字は丸字じゃないよね、なんだろう。よく噛んで食べてますか。え、噛むことは結構意識してるつもりだけど、どうなんだろう。噛む、私顎が弱いからね、本当に顎が弱い。あ、ビブス、ビブス、あ、ビブスはね違うの、あれはねなんか書いてくださってるから。そうそうそう、自分じゃないの、あれ書いたの、みんな。すごい、ちょっと待ってね、通知が来ちゃって今 YouTube の。夜は食べる量減らそう。そうだから、まあ6時以降も食べないように。だからまたね、レッスンが来月頃にまたあると思うし、そうそう、ビブスはね、あれね、自分で書いてないの、マネージャーさんなのかな、あれ書いたの。すっごい縦長だよねあれ
またでもね、ショールーム配信コラボできたらいいよね。誰かとコラボ、リカちゃんとコラボしたいねって話してたんですよ。だからリカちゃんも予定、誕生日来たら変わるの？そう、自分は直そうかなと思ってる。あの結構そのままの方もいるんですけど、私はピッピって16消して隣に17って書こうかなと思ってる。うん、昨日の公演を見てミクロもいたらなって思った。待っててください、皆さん頑張るからね。私頑張ってるから、まあ来月頃にいい報告ができたらいいけど、なんか待ってね。硬いもの食べて顎ね、顎鍛えなきゃ本当に。今日は土曜日だけど面白いテレビはやりますか？最近テレビも見てないからね、何のテレビがやってるかも全然わかんないの本当に。お腹に注目、やめてください、お腹には注目しないでください。そう、お腹はね注目しちゃダメ、一番注目しちゃいけないポイント。そうそうそう、公園ね、でもねあれだってよ、何、私も見たから、そう、でもすごいなと思って、すごい頑張ってたから、皆さんも見てください。私もあれ登録しようかなと思ったもん。DMM？ 月額いくらなんですかねあれ。わかんないけど。登録したいなって。まあ、自分もあれ出た時用に。って思ってる。皆さん登録してるのかな？どうなんだろう。皆さんあれ。あれね、Twitter さ、後ろ反映されてるから、私が出た時は皆さん、お願いします、ミクロにツイートしてね。私が写ってる後ろに皆さんのコメントが載るかもしれない。コラボビアンって呼べるようになった？なってない。でもなんかリカって呼べるように頑張ろうと思ってる。だから、そうそうそう、3000もするの高いね。でもね私ね、あのダンスやばい人だと思われてるからさ。そう、まああのオーディションのダンス見りゃやばい人だと思いますよね。あれは自分でもひどいと思うけど、ミカちゃんをミクランって呼んでくれてる。そう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 、月額会員も高いね、3122円もするんだ。ちょっとそれは考えよう、高いね、思ってたより高い。なんかミクランって呼ぶ人ではいない、10期ではいない、学校ではみんなミクルだったけど、てかミクルちゃんってあんまり呼ばれたことなくて、高いとか言っちゃダメ、あごめんなさい、なんかちょっと思ってたより高かった。3000もするの？私も550円とかなんか考えよう、うん考える。
大会して入ってはいい。もう私あんな下手じゃないダンス、自分で言うのあれだけど、あの時はひどかったけど、だからすごいね、あのね、書き込むとかで、ね、ミクルじゃない、見る、なんかミクルンはダンス下手な一人だからとか、ミクルンはみたいな、ダンスがあれなんかやばい人だからみたいな、はいみたいな、まあ渚のイメージのダンスも見てねって感じ。まあいいんですよ、まあ、でも公演を生で、あ、そうなんだ、あ、じゃあそれって考えたらあれなんだね、あ、単品で見れるってことね。ファーリーキナイ DM 一度見たことない。じゃあ私が出た時は単品で見てくださったらもう嬉しいかな、それは。でも YouTube でも頭3曲は見れるからね。隣ミレイちゃんとは何で、そう、ミレイちゃんねダンス上手だからさ、しかもすごかったからね、ミレイちゃんのダンス本当にもうインパクトがすごかった、そっちばっか見ちゃったし、なんかやっぱ恥ずかしくてあれでしたよね、あんまり人前で踊ることって多分人生で初めてとかだったから、うん、でも私もね、みんなに私のダンス見てほしいって思ったりもする。でもその何レッスンの先生にその多分3曲が本当に全然頭に入らなくて、めちゃめちゃ焦って立ち位置もってなって、で次の日に頭3曲を全部先生の前で披露した時に、先生がなんか立ち位置も踊りも全部ちゃんと覚えてきてみたいな、で褒めてくれてめちゃめちゃ泣きました。その時本当に焦って頭3曲が全然ね、でも悔しすぎてどうしたらいいか分からなくて、この頭3曲がもう無理だったらもうあとの何もう無理だと思ってって思ってたから、そうめちゃめちゃ悔しくて、もう家で朝3時とかまでずっとやってて、そう朝3時までずっと踊ってて、だからすごい先生に踊りもって上手でとか言って言われた時はもう本当に泣いた。めちゃめちゃ泣いたの時はいつだったかな、ちょっと前に、ちょっと前、その頭3曲覚えたあと次の日とか、その時ぐらいに。生配信が毎日見てやすいよ、月額会員はどの公演も1ヶ月見放題で、あ、そうなんだ、え、でも K2 さんの公演も見たいから会員登録しようかな、逆にオーディションできたの、え、もうなってほしい、もうめちゃめちゃダンス下手だと思われてるから、その印象がついちゃってるのはすごく悔しいかな。今でもちょくちょく見かける、やっぱ青春ガールズ始まったからね、なおさら頑張る、早く生で見たいね、直接早くみんなに会いたいのに、なんか配信っていうのも悲しいし、あ、来週みくの誕生日じゃん、プレゼント何が欲しいの聞くだけ、うーん、リップとか言ったく。でもリップすごい欲しい、あとね私が使ってる香水をちょっと前なんか塗るタイプ、この何手首に塗るタイプなんですけど、シュッシュッてする本も欲しいなと思って、近々買いに行こうかなと思ってる。しかもなんか何アフタートークのコメントにもなんか映ってたんだよね昨日、わかんない、なんか全然わかんないけど、見つけた人いるのかな、あとみんなあのあれだよ、何あ、もうなんて言おうと思ったか忘れちゃった、あ、 SNS に私のスクショを載せるときは可愛いスクショをお願いしますっていうのをね改めて久しぶりに言おうと思ったんだった、そうお願いします、可愛いスクショでお願いします。後ろでやっぱ見学してたらミクロになったの、え、なんか乗ってたの、わかんない、なんか乗ってたのかな、わかんないけど、なんか乗ってる、もしかして、
ぱ今のショールやば。半目を禁止、半目禁止、下向いてる時の写真禁止。私にはたくさんルールあります。あの下向いてる時の顔本当に好きじゃないからダメだよ、載せたら。いつでも可愛いやん、全然全然。エゴちゃんが話してた動画で映ってた。見てみよう。エゴさんね、そうそう、着てやし。本当に大好き、エゴさん。ちょっと見てみる。え、どれだろう。え、公式アカウントに載ってるやつですか。わかんない。つむじは OK ですか。うん、つむじも嫌ですね。もう本当に可愛い写真がいい。アドバイスとかもらったの。私たちはね、もらってないですよ。でも私はあの何、エゴさんみたいなパフォーマンスをできるようになりたいと思ってるから、すごい何、エゴさんが踊ってらっしゃる動画とか結構見てる。エゴさんみたいになりたい。え、だからそう、あの何、はやかちゃんがなんか服をみたいな話をしてたじゃないですか、アフタートークで。だからなんかみたいな。私エゴさんの服めちゃめちゃ好きなんですよ、好みで。まああの着ていらっしゃる服屋さんが私も着てる服だったりもするから、ほんとエゴさんみたいな女の女性になりたい。毎回みんな可愛いスクショじゃなきゃダメよ。下向いてるのと半目と、あ、なんか漏れた写真しかダメ。ちゃんとなんかでも私乗ってたんだ、なんか可愛い姿で乗ってたかな、わかんない。昨日は私は何だろう、白の T シャツにラインパンツを履いてました。で黒の、あ、マスクしてて、マスク。カツ丼って何ですか。あ、なんか言ってたよね、なんか、あ、好きな食べ物の話をしようとして結局やめちゃったんですよね、多分はやかちゃんが。で一番最初にカツ丼が出てきちゃったらしいです。昨日エゴちゃんの、もう私本当にエゴさん超好きで、マネージャーさんにこの間喋ってた時にエゴさんのこと語っちゃいましたもん。昔から見てたので。だから昨日もエゴさんが見てらっしゃる後ろの列でちょっと離れて見てたんですけど、始まる前はもうずっとエゴさんのこと後ろ見てた。めっちゃ変な人じゃないですか、多分みたいな。だからすごいね、羨ましかった6人が一緒に写れてたの、写真に。だからに、お疲れ様ですとか、なんかおはようございますって挨拶させてた時のなんかもう可愛い。本当に好きです。だから K2 さんにね入りたいってずっと言ってるから。でもマネージャーさんにもなんか結構ね、みんなでね、なんかどこのチームに入りそうなイメージみたいな話とかしたときに、マネージャーさんが紀藤はケツっぽいよねって、みんなに言われる、とか10期みんなに言われる。ふくらちゃんはケツだと思うみたいな、絶対ケツだと思うみたいな。なんか印象ですよ、見た目の。なんかそのパフォーマンスとかなんかじゃなくて、普通になんか見た目的に。だからなんかそういう話をねしてたときに、マネージャーさんがすごい言う。K2 さん以外の意見はね聞いたことないわ。彼ならエゴちゃん、いやいやいや、なれないよ。あんな可愛い方ですもん。私は髪の毛長いのが好きなんですけど、今は結構短めじゃないですか。そうだから撮影の時とかも、たまたま隣にエゴさんがいた時も可愛すぎて、なんかもうなんかもう普通にオタク気分としてすごい見ちゃってた。好き。 なんか色白いし、なんか本当に何、あ、なんかなりたい
女性像みたいななりたいっていう感じ。ちょっとなんか愛を語るとオタクになっちゃうからやめとく。こんばんは。あ、初見さんこんばんは、ありがとうございます。てか1時間じゃなくて本当に大丈夫かな、なんか不安になってきちゃった。どうなんだろう、ブログをね9時までにね送らないとね乗らなくなっちゃうからね、載せなきゃ。私はエゴさんが好きってことは皆さんね覚えておいてください。なんとなく久しぶりです。お久しぶりでございます。本当1時間ルール、そう1時間ルール全然どうなってるか分かんない。なんかあの時は1時間しかダメみたいな感じだったけど、なんか今も全然なんかそういう報告がねないんですよね。だからね分からない。なんか1時間で強制的にピッて切れた方がまだいい。いや怒られはしないけど、そういえば余裕で1時間過ぎて大丈夫、うん大丈夫だと思う。ちょっと待って LINE 見返してみるね。え、他の子たちはどうなの、1時間ルールなのかな、どれくらい過ぎてる、自主規制とか。へえ、不安になってきちゃった待って LINE、ちょっと LINE でマネージャーさん検索して見てみる。あ、違う違う、多分グループで送られてる気がする。え、ダメなのかもしれない。え、待って、ちょっとあれだったらマネージャーさんに謝罪をしとく。スクショタイムも久しぶり、もうそろそろ配信終わるじゃん。お、いやそんなことないと思うけど、ミクロン以外は待って、嘘、まあなんかマネージャーさんに言われたらあのごめんなさい今後気をつけますって言っときます。今もなのかな、もうなんか公演終わったらもういい的な感じじゃないのかな。今見切れてた動画見、あ本当に、じゃあ見ときます。じゃあまあでももう8時半にもなるし、キレがいいからちょっとブログ書かなきゃいけないから、もうちょっとあとちょっとだけちょちょって付け足してブログを送らなくてはいけないので、配信終わろうかな。じゃあちょっとマネージャーさんに何か言われたらあのしっかり謝罪もします。はいじゃあブログ、あ今日メールもね多分これちゃんと送れてないと思うから、メールも送るしブログも送るから皆さん見てください。よかったらミクロンルンルンでツイートしてね。じゃあ